1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。内側3人踏み込んでしまいました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。多くの手が踏み込んでいます。スローから起こした3選手踏み込んでいます。お手持ちの投票券大切に。お知らせします。3選手フライング返還欠場です。1番の斉藤、2番の池田、さらには3番たるみ。1番、2番、3番はフライング返還欠場になりました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。また掛け式によりましては不誠実となる掛け式もございます。お手持ちの投票券はどうぞ大切に大切にお持ちください。アウト。前後号艇正木政権は展示同様動きを見せています。スタート展示はでは2コースの1号2、そして3、4、6の並びとなっていた3レースの一般戦を迎えています。対戦メンバー1号艇佐々木翔と2号艇中村達也、3号艇松尾祭り、4号艇豊田健志郎、5号艇正木政権、6号艇野村誠、以上のメンバーです。本番も早めに1番、5番、佐々木と正木がスタートライン上に先を向きました。インに1号艇、佐々木翔斗です。減点が響いて準優進出は逃しましたが、初の G2 戦ながらここまで健闘を見せています。そして2コースに入ってきました5号艇、正木は昨日のオープニングに出てシリーズの初勝利。センター中段3コースに2号艇中村、昨日は6枠から3着に絡んでハイトアップに貢献。ここはキャブレターを変えての登場。本番は角としました3号艇松尾祭り、5コースに4号艇トーチ、ドル箱豊田健志郎、サイアウト6コース6号艇野村。並びは一緒、スタイルは2対1対3に本番は変わっています。3レースの一般戦、進入内から1番、5番、2番、3番、4番、6番ですが、どうか1号艇佐々木少し立ち遅れています。スタートしました。なお、ただいまのスタートは判定中。ただいまのスタートは判定中です。そして1マーク2号艇中村振り込んでいます。ここでお知らせいたします。1号艇佐々木翔斗は出遅れのため失格、1番は出遅れ返還欠場となっています。ここでお知らせいたします。2号艇中村は失格、2番は失格です。ピット離れ、完全に置いていかれた3号艇後藤翔士でしたが、付け直しに動いていってというところ、早めにホーム側に船を回してきています。水面上は今日最後の一般戦第9レースを迎えています。なお、このカード4号艇で登場予定でした中村達也選手は前半カードの負傷により欠場、5選手による戦いとなっています。1番、4番、2番ダッシュは3番、5番、6番です。スタートしました。スローゼ、おっと、1号艇広瀬は早いスタートになってしまった。1号艇広瀬、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。先頭走っている1号艇広瀬、スタート早かったようです。このレースは1号艇広瀬正幸フライング返還欠場です。従いまして第9レースは1番に関係ある投票券すべてが返還です。お手持ちの投票券確定まで大切にお持ちください。2番、1番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしました。2号艇の高橋好スタート、1号艇の土性もいいスタートを切っています。逃げ体勢作る2号艇の高橋、まくりに行った、ちょっと振り込んでいる2号艇の高橋にアクシデントでしょうか。ちょっと現在先頭は5号艇の小川、1号艇土性と6号艇の池田2番手争い、2号艇の高橋にアクシデント、後方3号艇山下、4号艇矢内、構想を続けています。なおスタートは正常です。お知らせいたします。2号艇の高橋は転覆のため失格です。2号艇高橋転覆のため失格。1番2番3番5番4番6番まもなくスタート。今スタートしていきました。コースアウトはインコースから1号艇、ダッシュ勢からは5号艇、4号艇が出ていって、さあ絞っていって1マーク、さあ接触がありました。まくっていった5号艇の懐、1号艇、あとは4番3番6番と回ってまいりました。お知らせいたします。第3レースは5号艇の上条が妨害失格、3号艇の野杖が失格となっています。さあアクシデントがあって直線コースへと戻ってまいりまして、現在先頭に4号艇の宇野博之です。そして2番手に1号艇の船越でレーサー2周目であります。現在先頭4号艇、2番手1号艇、アクシデントがあって後輩等となっていまして、2周目の第3マーク。さあここレスキュー外を回ってバックスレッチへと入ってまいりましたが、先頭では4号艇の宇野博之、そして2番手が1号艇の船越健吾、そして3番手には5号艇で、現在上位が4号艇、1号艇、あとは5番、6番となっています。なお第3レースは2号艇の重野谷圭介が失格となっています。5号艇の上条が妨害失格、2号艇の重野谷と3号艇の野杖が失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢好スタート、 2,3 コースはスタート遅れてしまいました。石立マークに向かっていく、さっき前は1号艇の菊池、回してまくり出しは4号艇の笠木ですが、バランス崩しました。4番アクセント、そこをすり抜けたのが6号艇大原義政、大原がトップに立ちました。リード4艇身です。スタートは正常。1号艇菊池が2番手追走、その後ろは今3番と5番がほぼ並んだ形。お知らせいたします。4号艇の笠木博之は一周の1マークでアクシデント失格となってしまいました。1番2番4番5番6番3番の並び、1秒前スタートしました。予選特選の第11レース、4号艇の畑田月がいいスタートを放ちました。1マークの交互戦出ていく4号艇畑ですが、抵抗しながら1号艇の川原が回った、その後ろちょっともたつく感じ、あごちゃごちゃとなってしまいました。先頭は1号艇の川原リード、2番手が4号艇の畑で、3番手に6号艇吉田、4番手が5号艇北山で、現在この4艇が競争中です。2周2マーク、1周2マーク、先頭で1号艇の川原を折り返してきました。レースはこれより2周目と入ります。なおこのカードを5号艇の北山康介妨害失格、5番妨害失格です。また2号艇の江戸木浩二が転覆失格、3号艇の長尾京志郎は落水のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。予選特選の第12レース、うちの4人が出ていきます。1幕の攻防戦、逃げる1号艇の和田拓也、2号艇の橋本が刺す、3号艇の岡本はまくっていく、内側は5号艇の柳井、向こう正面1号艇和田逃げています。スタートは前提正常でした。なお2艇アクシデント発生、現在4艇が競争中です。1周2マークトップで折り返してくるのは1号艇の和田拓也です。なおこのカードを4号艇森永隆妨害のため失格、6号艇の矢野蓮氏は転覆失格となっています。1番2番3番4番6番5番の並びです。
スタートしました予選競争第5レース。インから1号艇百武翔出ていきました。1周の内マーク、1号艇の百武逃げる、2号艇の篠原が指していく、続いて6号艇ウリュウ、3号艇4号艇向こう正面は2号艇篠原が先頭。スタートは前提正常でした。なお1マークでは一定アクシデント発生となっています。先頭2号艇篠原、そして追いかける1号艇3号艇、1周の2マーク、2号艇篠原行く、3号艇中里やってきて指してくる1号艇百武翔です。なおこのレースですが、5号艇の小玉啓太転覆のため失格、5番が転覆のため失格となっています。大外から6号艇勝木大輔です。スタートしてきました。少し1コース1号艇5点になりました。覗いた2番の丹下でしたが、1枠の先手を取ったのは1番後ろは外の方でアクシデントが起こりました。現在先頭2号艇の丹下、追走1号艇の奥間、3番手につけるのは6号艇の勝木、後ろ3番4番となっています。スタートは前提正常でした。今2マーク2番1番と返しています。なおお知らせいたします。1周1マークにおいて6号艇の勝木が妨害のため失格です。6番の勝木妨害のため失格です。また5番中野は転覆失格、5番中野転覆失格となっています。スタイル2対4となった枠なり第10レース、スタートしていきました。少し中へこみのスリットになって1周目第1ターンマーク、インコースから1号艇の森高先行体制、3号艇外2番と5番と4番内に向きました。最後6番バックに入って先頭に立っているのは1号艇の森高、そして2番手は現在3号艇本村、その後2番4番6番偶数艇が3番の懐に向いて2マークを迎えます。スタートは前提正常です。先頭1号艇の森高です。そしてもつれてきて2番手は内に3号艇本村、外に2号艇の山本、その後5号艇が続いて、あと4番1艇2マーク付近でエンストになっています。先頭は1番の森高、そして2番手今3号艇本村先行、3番手は2番の山本、上位体系は1番3番2番後ろ5号艇そして4号艇となっています。2周目の2マークの旋回、エンスト艇があってというところで今確定、その外を運んでいきます。先頭から1番3番2番、その後5番4番と続いて最終周回1マークです。なお6号艇の深川和人はエンストのため失格です。6番の深川エンストのため失格となりました。